ミスっていうか、今日は24時間テレビ T シャツで、違います、コラボシャツです。これきっとソンミーさんとの、今日黄色着てる。もう最近寝巻きになっちゃった。そう、あのね、ニスじゃなくて顔になんか美容液みたいなやついつも塗るんですけど、それが今日すっごいテカってる。今日は舞台の休演日、10日から舞台本番が始まって、毎日公演があったんですけど、今日は結構久しぶりの休演日です。今までずっと稽古してきて体がねバキバキなんですけども、今日はまあ美味しいご飯をランチ食べて、いつもね大好きなね薬膳のね、なんていうの、サムゲタンっていうのかな、別にすごいサムゲタンとか好きじゃないの、まあ嫌いじゃないけど、すごいじゃもうサムゲタンしか愛せませんみたいな女ではないんですけど、そこのお店のサムゲタンとかいろいろカレーとかあるんだけど、そこのお店の何が好きかっていうのは、あの粉がねあるの、粉、漢方の塩の粉なんだけど、韓国料理じゃない。あのね、漢方、いろんなね、膳が、薬膳系の粉が、塩なのかな？あれはちょっと今しょっぱいから、塩に、いろんな漢方がミックスされてるっていう、そういう、塩くださいって言ったらそれが出てくるのね。で、それをサムゲタンとかカレーとかに入れて食べるのがすっごい好きなの。で、そこのお店に、いつも行くたびに、この漢方が入った塩売ってないんですかって、売ったらもうボロ儲けですよみたいなこと言うんですけど、あの売ってなくて、あれ私あったら毎回買っちゃうかも。え、美味しい。だから今日はもうそこの大好きなところのサムゲタンとその塩入れてたくさん食べてきましたっていう。そこでもう帰ってきて、あとはもう爆睡です、爆睡です。もうこの後マッサージ行くかも迷ってるぐらいなんですけど。もう美味しかった。たくさん寝たから今日は元気です。さあ、だからちょっと今舞台の本番中なので、だからコロナにかかって舞台の本番中で全然、ショールームもできなくてなんですけども、結構久々のショールームです。でマッサージガン買いましょうよ。あ、私も欲しいなと思ってます、マッサージガン。さあ、というわけで今日も久しぶりのショールーム行ってみたいと思います。ギフト、明石のポチさん、ターボーさん、ハッピーニーさん、クマさん、鈴代さん、ソフィラさん、花地さん、ターボーさん、コッシーさん、カッコツ、コッシーさんからいただいてます。ありがとうございます。ま、今日はあの月曜日なんで、皆さんからいただいたなんかお便りとかを読む日なんですけど、結構一週間が長く感じたんですけど、皆さん生きてますか？そもそも。前まではさ、ほぼ毎日のようにさ、まあ、30分とかさ、15分とか、まあ、45分とか配信してたからさ、みんなの生存確認はできてたんですけど、結構久しぶりなんで、もうお眠だって。生きてたよーだって。舞台行ってきました、ありがとうございます。健やかに育ってます。あ、よかった。生きてます。ありがとうございます。よかったです。まあ、今日ぐらいから、もう裸でも歩けるぐらいの暑さになったんですけども。みんなの地域もそうかな。東京は、裸で歩ける。なんかすごい暑くはないんだけど、すごい暑いんだけど、夏の暑さじゃない暑さってわかるかな。なんて言うんだろう、もうね、すごいいい天気なの。今日裸いけてねえだって。
ほら、ライスバーガーさん、今日ほぼ裸で過ごしただって、ほら、裸で過ごそうと思う人がいるぐらいの気持ちいい天気だった。散歩歩くなら教えてねって。福岡昨日から暖かい。九州も蒸し暑かったんだって。ほら、どこもかしこももう春が来てますね。今日はね、本当にお休みだったから、まあ、ゆっくり休むのも良かったんですけど、あとどうしてもやりたかったのが、冬物と、その春物の交換、トレード、洋服の整理とかしたかったんですけど、この今のさ、天気ってさ、春ってさ、もう寒くならない？裏切らないかな？この暖かさ。なんかこれでさ、急にさ、ジャケットとかさ、ボアジャンとかさ、全部しまっちゃってさ、なんか急に寒くなるみたいな気象変動あるじゃないですか。裏切りますだって。あ、夜もまだまだ寒いようだって。東北最高気温10度。あ、衣替え早いって来てる。あ、やめます。もう来週、寒くなるって。あ、来週寒くなるんだって。あ、よかった、聞いといて。来週寒いよ、だって。4月に入ったらやればいいのか。雨が降ったら寒さ戻るよ。ね。ちょくちょく降ってるから。じゃあまだ衣替えやめます。さあ、このショールームなんですけど、私3月の17日でショールーム初配信から8周年なんだって、私。3月の17。木曜日。木曜日で8周年だって。なんかやりたいね。ちょっと待って、今。公演日程見るから。あれ ?17。ああ、もう17日2公演なんだって。1時の回と6時の回。ちょうど、なんか、ちょうど1公演の日とかだったらさ、なんかまだ体力的にはいけるんだけど、2公演でしょ?もういけなくはないか。次の日が、18日が6時からで1公演で入りが遅くなるから、しかもアフタートーク付き。あ、私が出る日かな ?17 日。居眠り配信でどうぞって。頑張ります。一応17日やるつもりなんですけど、まあ、9時とか10時ぐらいに。わかんない。また適当に。疲れてたら、まあでも多分やるんじゃないかな。記念日は多分やるんじゃないでしょうかな。わかんないです。約束はしませんけど、17日は仮でやる予定ではいます。楽屋の準備でもいいよって。わかりました。でも8周年だって早いね。あっという間だ。無理しないでね、だって。はい、わかりました。気をつけます。さあ、そんな、公演について、今やってる舞台の公演について、お便り来てるので読まさせてください。まず、ロンゲさんから、キッカこんばんは、舞台悪玉ドライブ始まりました。2.5 次元の舞台とはいえ、やっぱり気になるのはアニメの再現度ですが、役者さんのスピード感の盾とパフォーマンスに加えて、演出でも映像やプロジェクションマッピング、レーザー光線が使われていて、ある意味アニメを超えた舞台だと思いました。キッカが演じる医者というキャラクターの再現度もビジュアルも含めて本当に素晴らしいので、まだ見てない方はぜひ見に行ってみてはいかがでしょう。まだまだこの先も公演は続きますので、体調には十分気をつけて舞台に取り組んでください。ということで。ありがとうございます。そう、チケットの方も、平日とかも2公演とか、ね、すごいよね。2公演ある日もあるんだよ、平日。これから2公演の方が増えてくんですけども、21日まで東京品川の方で、一度私もライブをやらせていただいてますね。ステラホール、ステラボールの方で、21まで舞台の本番がありますので、ぜひ、チケット多分あると思います。千秋楽に向けてはわからないですけども、ぜひ興味ある方は、見てください。そして大阪公
麺は、千秋楽、27、26、27って、2公演で大阪も行くんですけど、今回舞台の方で。27日の大千秋楽、5時からの配信の方は、配信があるので、ね、見れなかったって、行けなかったって方は、ぜひ配信の方で見ていただけたらなと思います。初めてのお色気キャラ、楽しみ。ありがとう。もうね、そう、大変です。チケットあるみたいだよって、よろしくです。さあ、そして、ハピニさんから、悪玉ドライブ東京公演お疲れ様です。舞台としても大阪公演はお久しぶりですね。体調にお気をつけてくださいませ。さて、舞台ですが、昨年のコロナ禍のこともあり、吉歌さんも諸事情で難しかった点もありますが、今回のご出演で特に難しかった点は何でしょうか。まあ、役についてってことですね。終演後、トーク及び大阪公演もありますので、ショールームでお話しできる範囲を少し教えてください。そう、コメントにもあった通り、私今回、お色気っていうのかな、まあ、ちょっと胸がボーンって出て、あ、メイクのものなんですけど、でも中には、なんか遠くから見たら、本物って思うぐらい、すごい再現して作ってもらってるんですけど、お胸の方ね。アニメがそういうキャラなんで。でもまあ、衣装を着るだけでもうお色気になれる衣装なんですけど、そう、セクシーキャラっていうのかな。で、お医者さんって言って白衣着て、やってます。特に難しかった点。なんだろう、難しかった点。まあ、わかんないですけど、すごい、毎回も、文句みたいに言ってるけど、靴がさ、ヒールなのね。もう、それがすっごい大変です。で、今回舞台のセットとかも、まあ、階段があったりとか、階段降りて、登って、なんかっていうのも、結構、舞台の中であるので、なんかそれを毎日やってると結構大変だなって、疲れるなっていうのはあります。で、今だから、毎回舞台に立って家帰ってくると、もう、私珍しくマッサージ行きたいっていうぐらい、なんかね、疲れてるの。でも、なんだろう。舞台の時に、劇場入ると、まあもう疲れたってなっちゃうんだけど、家帰ってくるとあれ元気だっていうの、あれ何なんだろうね。もうね、すごい。でも頑張ります。ヒールがね、あ、ほら、でもそのやつプレッシャーじゃないですかねってきてる弱いからね、プレッシャーに。いや、大変。だから足がね、足というより、謎に、一昨日ぐらいの公演の時に、ここの腕の筋肉が、ズーンって、なんか幽霊でも乗ったんじゃないかなっていうぐらい、何もなんか覚えないんですよ。ここら辺を使う振りとか、ここら辺を使う格好とかしてないの。腕がね、主にもうこっからここまで。もう幽霊がもう3、4体乗ったんじゃないかっていうぐらい、すごいズーンってなった日があったの。で、めっちゃだるかったんですけど、なんでだるいんだろうって。まあでも日々の疲れかなとか思ってたの。にしてもすっごいだるくて、腕が。で、その日、なんでこんなだるかったんだろう、マッサージ行きたいって思った日があったんだけど、よくよく考えてみると、私その前の日に、今回ね、ダンサーさんとかアクロバットする方たちが多い舞台なんですよ。すっごいみんなダンスしたり、くるくる回ったり、なんかなんていうの、なんていうのあれ、回転するっていうの、でんぐり返しみたいなやつの逆バージョンみたいな、まあそういう回転するやつ、もうジャニーズみたいな回転するやつ、くるって。で、まあ皆さん体使う方が多くて、まあ鍛えるためなのか、アップ、本番が始まる前に、さ、わかる？あれ、なんていうのかな？筋トレする人ならわかる？まあ、見たことある、みんな。こういうさ、
こういうなんか、小さい高飛びみたいな、こういうやつでさ、こうやって持ってさ、あの、地面につけて、こうやって、筋トレするやつ。わかる？こういう。腕立て伏せ、腕立て伏せするときに使うやつ。あ、わかる？わかる？なんかそれはも、持ってきてた方が、腕立てアームっていうのかな？わかんない。方がいて、私も興味本位で、やらせてもらったんですよ。まあ、案の定、できなかったんですけど、それも2、3、4回ずっとやってたら、多分、それ。もう確実にそれ。いや、ほんとひどかった。なんか私ってそんなに、まあ、筋トレとかするタイプではないんですけど、なんかこんなに、全然できてないんですよ。全然できないで、胸からバーって落ちちゃってたんですけど、そんなの3回やっただけで、筋肉痛になるぐらい、私は腕の筋肉を使ってないんだっていうので、ちょっと悲しくなりました。あんな少ししかやってないのにさ、あんなひどかったんだよ、筋肉痛。いや、でも久々にだるかった。でもよかった、理由が見つかって。もう、なんかもう本当になんか霊が乗ったみたいな感覚になったの。まあ、乗ったのとかわかんないんだけどさ、感じるタイプじゃないからわかんないんだけど、やっぱやったことないとそうなるようだって。もうさ、ドーンってもう一気に気持ちも落ちるぐらい、気分が悪かったから、あ、これ絶対私劇場でなんか取り憑かれたわと思って。で、その日、もうめっちゃだるかったけど、お風呂場で、お伊勢さんのスプレーとか、あとお伊勢さんのボディーソープでいっぱい体洗ったんだけど、全然取れなかった。でも次の日朝楽になってて、あ、これやっぱそうだったのかなって思ったけど、劇場行って、あ、これのせいじゃんっていう結果です。大変。ね。でも人間腕立て伏せあんましなくても、そんな腕の筋肉って使わないんだね。みんなもね、興味本位で勝手に触れちゃダメだと思う。大変だから。さあ、ドラートビドシさん、キッカさんこんばんは。キッカさんがツイートした写真でシャーペン3本持ってますが、どうしたのでしょうかって。これね。シャーペン3本じゃないし、これ。これ役の、今回の役のやつのビジュアルなんですけど、これ注射器ですね。注射器3本持ってます。うん。まあ、今回、劇中では注射器は使わないんですけど、メスは使えます。長いメスみたいな。本当に勘違いしてたの？シャーペンじゃなくて注射器でしたか？失礼しましたって来てる。本人から。注射器に見えないかな？注射器です。注射刺されたくない。苦手な方多いよね。注射。キクちゃんまだ後遺症って。咳はちょっとずつ出ます。でもだいぶ楽になってきました。え、汚い。あ、いや、汚い話だからやめる。うん。なんか、何でもあること言っちゃうからさ、なんかあったこと。汚い話だからやめまーす。さあ、ギフト、JS ヨムさん、ターボーさん、スズリさん、コッシーさん、ロンゲさん、オチブさん、カッチャンさんからいただいてます。え、舞台では咳出ないのにって。え、そうなの。すごくない？咳出ない。あ、でもなんか裏でするときは全然ありますけど。ほら、自律神経ですね、できてる。やだ。乾燥してるんじゃないって。
あと今日のお便りでも来てるんですけど、花粉症がすごいですよね。ハピニさんから、だんだん春めいてきて暖かくなってきましたが、花粉なのか何かの後遺症なのか、目がゴロゴロしてきました。花粉症ではないと自分に思い聞かせていましたが、今年はこれは花粉だというぐらいゴロゴロします。キッカさんも花粉にやられて大変かと思いますが、花粉対策は一番何が良いのでしょうか、というお便りが来てるんですけど、花粉がひどいです。私も最近はちゃんとお家に出る前にアレグラを飲んでから、夜公演が始まる前にアレグラを飲むって、1日2回飲むようにしてます。花粉の、もう花粉症感じてます。 まあだいぶ花粉のあれはありますよね。花粉対策一番何が良いんだろう。でも薬飲むが一番いいと思います。ぐらいしか私はやってないかな。あとね、最近、あれに変えたの。マスクを。お医者さんみたいな、こういう、長方形のマスクじゃなくて、韓国みたいなマスクにやっと変えました。ピタッてするやつ。立体のマスクに変えました。っていう、どうでもいい話。ほら、でも、花粉経験者はたくさんコメント来てるよ。これがいいみたいな。アレグラとサプリメントとハーブティーで乗り切ってます。あ、ティー系で乗り切る人もいるな。女の子はそうかもね。花粉症ではないのですよ。今、小指に湿布するのがいいらしい。何それ？小指に湿布。あれぐらい飲むと眠くならないんですか？眠くならない。私はね、眠気の成分そんなないって書いてあった。ほら、花粉つらすぎるって。なんかめちゃくちゃ効く注射があるらしいですよ、だって。花粉じゃないから、花粉症じゃないからよく知らないけどって。花粉に効く注射だってよ。あ、小指湿布で検索してくださいと。小指に湿布するで花粉を防げるってこと？わかんない。のりまきおさん。ちょっと後で詳しく。鼻うがいが有能。鼻うがいね。こういうやるやつ。いろんな対策がある。私もでももう2、3年ぐらい前からもう花粉を認め始めたので、認めること大事だよね。さあ、続きまして、キラックさん、キックさん、こんばんは。アイドル情報ウェブマガジンガラスガールで始まったフリーダム人生相談、吉川優の試みのおからパウダーを拝見しました。フリーダムとはいえ、吉川さんに人生相談を担当させるとはチャレンジャーやなと思って、恐る恐るサイトを見てみましたが、小さな飲み屋をやってるという相談者が、他にイラストレーターやライターもやってみたいが余裕がなくてできていません、どうしたらいいでしょうというお悩みに対して、吉川さんは、お店で働きたいんですよと斜め上からの回答を手始めに、やりたいことは棒倒しで決めて、描いたイラストはメルカリで売ったらいいという話になると、バンクシーのように街に描いてみたらと勧めたり、 SNS のうまいやり方がわからないという相談者には、お店に来たお客さんの秘密をツイッターで描いたり本にしてみたらと、まさにフリーダムでした。おかげでそもそも相談内容が最後には全くわからなくなるほどでしたが、ガラスガールのツイッターでお悩み募集中ということで、我こそはという勇者は DM を送ったらいかがでしょうか。はい。というわけで、ロンゲさんからも、来てます。映像見ました。ということで、実際悩みに答えてるのかよくわからないところがきっからしいです。自分も悩んでる知り合いに勧めてみますので、お悩み深い方はぜひ、吉川先生に相談してみてはいかがでしょうか、ということで、この間、スタートしたんですけども、吉川優の試みのおからパウダーということで、あ、読んだよ、だって。ウェブのマガジンですね。
連載っていうあれなのかな、ありがたいことに。うちの社長も笑ってました。この話聞いたときに。大丈夫かなみたいな感じだと思うんですけど。ありがたいことに。連載なのかな？人生相談ということで、私に人生を相談するっていうコーナーができたんですけど、この間ね、初めて、人生相談をして、で、この間、公開になったということで。なぜおからパウダー？私、一時期、ほんとね、まあまあ、あとはでも見てください。でも、この、タイトルについても、なんでおからパウダーなの？っていうの載ってるんですけど、一時期さ、もう今、飽きてますけど、おからパウダーを急に買って、ショールームで見せびらかしてた時期があったんですよ。ほんと、1ヶ月前ぐらいかな。の時の時期に撮ったやつです。おからに急にはまりだした時期があって、で、いろいろヨーグルトに混ぜたりとかしてた時期があったんです、1週間ぐらい。その時期に取材した、始まった企画です、これ。そうそう。で、なんか、キッカーさん、なんか最近あったこととか、ハマったこととかないんですかって、まあね、取材してくれてる方が、この連載やってくれてる担当の方が、前から、デビュー当時からお世話になってる方なんで、まあそんな感じで、ないんですかみたいな感じで、いろいろ話してた時に、あ、おからハマってますみたいな、ちょうど昨日から、みたいな、の話になって、あ、じゃあそれで行きましょう、みたいな。びっくり。絶対でも、この連載が公開した時には、おから絶対私飽きてますよって言ってるんですけど、案の定飽きてました。おからもヨーグルトも EMS もどうなった？全部なくなりました。飽きちゃいました。今やってないんですか？はい。もう、奥底に埋まってるんじゃないかな。パスタとかの下に。さあ、そんなで、その、ガラスガール？ウェブマガジンのガラスガールで、ツイッターとかでもお悩み募集してるみたいなので、ぜひ皆さんもお悩み、どんどん DM で送ってください。よろしくお願いします。そして続いて、しげおさん、きっかちゃんおでん、お天気ですかって来てる。お元気ですかの間違いかな。先週の菊花ショールームで紹介されたキットソンのコラボアイテムを僕も注文してました。僕が注文したのは菊花ちゃんが先週着ていたのと同じ緑の T シャツです。菊花ちゃんとお揃いの T シャツを着ると、いつもの菊花ちゃんが僕のそばに寄り添ってくれるような気持ちになれそうです。商品の到着も心待ちにしてます。ということで。ありがとうございます。先週から受注の販売がスタートしたキットソンミーさんとのコラボアイテム。今私が着てるのは黄色なんですけど、T シャツと帽子と、あと、パーカーなんですけど、これ、刺繍。色はいろんな色あります。今受注がスタートしてて。グレーかな？ T シャツのグレーかなんかがもう、なんか売り切れみたいな。在庫切れみたいな感じなんですけど、結構グレーが人気ですね。ありがとうございます。しげおさんは緑。嬉しいです。そうだ、申し込みしなきゃだ。まだ注文してない、てんてんてん。ぜひぜひ、ゲットして着てみてください。さあ、続いて、ハッピニさんから、運転免許の学習は進んでますでしょうか？ネットを見ていたら、ナビタイムから運転免許学習アプリが無料で出ていて、単純な学習ではなく、ユーザーが間違いやすい問題を優先して出題するようなので、苦手な部分を学べるようです。しかも、試験対策モードもあるので、舞台中の隙間時間にサクサクとスワイプするだけで回答できるので、いいかもしれません。ということで。
あ、そんなのあるんだ。まず、まあ、舞台が終わったらすぐに、私は一度この間落ちてしまいました。実技の方を受けてから学科なんですけど、結構不安かも。また実技落ちちゃったらどうしようっていう不安がすごいあります。舞台が終わったら再試験ですか？はい、そうです。すっごい不安。もう再試験が、再試験、みんなだったらさ、どこでやめる？諦めない？これが4回ぐらい、4、5回仮面じゃなくて本面の実技落ちたら私ちょっと心そろそろ折れるかも。諦めないだって。仮面期間が心配になってきた。夏ぐらいまであるんで大丈夫です。コロナでね、伸びたので、夏ぐらいまではあります。8月ぐらいまでは。早く蹴りつけてしまいたいよね、だって。頑張ります。頑張ろう。10回ぐらいまでは頑張れって。何がダメだったんですか？いろいろね、単純な操作がダメだったみたいです、私。簡単な操作をばかり。頑張ります。感覚覚えてるって。覚えてないからすごい不安なの。仙石さんが受かるなら絶対大丈夫だと思います。私と一緒に、車取りに行こうって言って一緒にせーので受けに行った事務所の同期がいるんですけど、その子がもう取ってます。頑張る頑張る。さあ、ドラトビデさん、キッカさんこんばんは。キッカーさん最近お仕事はかどってますか？私自身あまり使わない言葉なのですが、はかどるの漢字を読めなかったので送ってみました。確かに、はかどるって漢字すごい、あんま使わないし、あんま言わないからわかんない。これ私も読めなかった。読み仮名ついてなかった。キッカーさん最近お仕事はかどってますか？だって。どうだろう？わかりません。皆さん、はかどってます？もうそろそろ、でも、来週ぐらいには、あれかな？あ、いいや。来週言います。はかどる。ごちゃんではみんな読めるようだって。使うやつなのかな？さあ、続いて、ペロリンさんから。キカちゃん、こんばんは。お疲れ様です。今週末の3月18金曜より、第94回選抜高校野球が甲子園球場にて開催されます。いつもは毎年のように見に行っていましたが、ここ2年ほどは行けてませんでした。今年こそは見に行きたいと思ってます。春は選抜からと言われているように、春を体感したいと思います。少しずつではありますが、暖かくなってきました。季節はもう春なんでしょう。ということで、ピロリンさんから198通目。あともうちょっとで200通目だ。すごい。はかどってますか？あ、はかどってじゃなくて。もう春なんでしょうかって。今週の金曜日から選抜高校野球だって。私、あんまり見たことがないからわかんないんですけど。まあ、コロナでこの方は行けてないっていう。テレビでもやってるよね。マンボウも来週には解除されるらしいだって、ハピニーさんから。まん延防止ね。いつも困るんだよね。ご飯とか。
さ、本番終わりに帰ってきてさ、まあ、8時、9時、9時半、9時、10時とかになって、もうやってないところがお店が多いから、大変です。あ、でも、マンボウ解除するんだ。え、今週、水戸に梅見に行くだって。あ、偕楽園かな、水戸に。私、もうそろそろ、あれ行きたいんです。茨城関連で言うと、ネモフィラ。この間初めて、去年か一昨年ぐらいにネモフィラ初めて行って、今年も行きたい。そう考えると茨城ってさ、なんか花の町だよね。梅とか。すごい綺麗な場所がいっぱいあるイメージ。22日から旅行なので私に会わせてくれたのかな？あ、いいな、旅行。イベントの人数も上限もなくなるみたいだって。へぇー。あ、ネモフィラ4月中旬、4月中頃からだって、ネモフィラ。え、私もじゃあもう、あ、まだ撮れないかな。私の理想は、舞台終わります。免許取ります。で、自分の運転でネモフィラに行くっていうのが理想かも。頑張ろう。コロナでネモフィラ全然見に行けてない。だって。春だと車でお出かけしたくなりますよね。したいです。いちご狩りも行きたいし、なんかやりたいことがいっぱい増えてきた春って。単独ライブの準備もお願いします。はい頑張ります。あの、単独ライブ。もうすぐ、もう4月ってことは私の誕生日が近づいてきたってことなので、そういうことです。頑張ります。さあ、初見、岩手のテルニャンさん、はじめまして、って来てる。ありがとうございます。岩手とかにも行ってみたいな。いろんなとこ行った。お、咳心配です。咳大丈夫です。うん。何歳になるのって。あんまりもう言いたくない年になってきたかも。なんかかっこいい言い方ないかな、次の年の言い方。なんか30歳とは言いたくないよね。30歳とは言いたくない。なんか、もうちょっとなんか若く言いたいんだよね、言葉的に。アラサーとも言いたくないです。30。レベル30ね。よく使うやつだ。レベル30。未掃除。やだね、なんかね。30ちゃい。ね、そうなんです。5月1日で30になります。すっごいほんと早い。また、また発表になると思いますが、また単独のライブとか、生誕ライブとかあったら、またお知らせいたしますので、ぜひぜひです。あ、岩手ぜひですって。てるにゃんさんから。行きたい、岩手。冷麺食べようねって。冷麺、岩手って冷麺？私、冷麺今日食べたよ、さっき。岩手、ドライブのどかで綺麗だった。へぇ、あ、盛岡冷麺か。冷麺がすっごい好き。あ、わんこそば？岩手って。なんか人生で一回はいいからやってみたいです。わんこそば。
冷麺とわんこそば。なんか麺が得意なのかな、岩手。リアス式海岸って来てる。あ、岩手のリアス式海岸は綺麗だって。ジャージャー麺。だから麺がすごい特化してますね、岩手。すごい。知らない、そんな。南部鉄器有名なんだって。え、ほんとね、そばが、そば、免許が、ね、免許取ったら行ってらっしゃるって。え、東京都内から、岩手だったら車で行ったことある人います？どんぐらいで行けんの？あれでしょ？関東高速鉄道みたいな乗れば一本で行けんじゃない？岩手。いや、関東高速鉄道じゃなくてさ、常磐道みたいなさ、なんか246みたいな、なんかそういう、すごいよね。なんかいろいろ線あるじゃん。246とかで一本で行けんじゃない？あ、6時間かかるんだってよ。え、6時間かかるってもう大阪ぐらいじゃない？ 6 時間ぐらいかけないと疲れちゃうよ、だって。大阪もそんぐらいするよね。6時間とか8時間とか。え、岩手まで電車で行ってレンタカー借りた方が良くないかって。バイクで行ったことある人もいるって、すごい。あ、大阪よりも遠いんだって、岩手って。都内から行くと。車でね。カモメの卵もどうぞ。あ、知ってます。お菓子。水戸からオレンジ6時間だって。すごい。あ、でも6時間だったよ。へえ。ですって。まあ、そんな長く運転すると疲れちゃうから、あれなんだけど。新幹線ならすぐだよって。そうだね。新幹線だったらすぐだけど。早く撮りたいな。さあ、ギフトいただいてます。コッシーさん、JSM さん、ターボーさん。ありがとうございます。んなに空いてるのに6時間。そうだね。あのさ、まあ、これは撮ってから話す。よくさ、一時期さ、流行ってたさ、今名前思い出すからちょっと待ってて。なんか絶対違うのは分かるんだけど、なんかカズレーザーみたいなさ、分かる？車のさ、探知するやつ、上についててカシャって撮られるカズレーザーみたいな、あれなんだっけ？カズレーザーじゃないことは分かるんだけど、なんとかレーザーみたいな。あ、オービスだ、オービス。オービスって、今どこでもある？なんかさ、オービスもどきみたいなのない？なんか、もう、ダミーで作ってます、オービスみたいな。え、オービスってさ、流行ってたじゃないですか。え、オービスって今でもあるんですか？そう、高速道路。お、ダミーあるようだって。今は固定ではなくて移動式のオービスが多い。なんで免許も取ってないのにオービスの心配をこの子はするんだろうって。あ、一般道にもあるんだって。え、なんかさ、ちょっと怖いよね、オービス。100キロで走ろうよ。まあそうなんだけども、オービスね。なんか、車によってはさ、その警察が近くにいますみたいなやつをさ、知らせてくれるさ、サービスもあるわけじゃん。なんかピコンみたいな。ピコンみたいな感じになって、警察がいますみたいな。
だからそういうのとオービスとかもあるのかなって単純に思っちゃった。オービス光ると免停なんだって。法律守ってれば全く怖くない。慣れると意外とわかるようだって。怖いよね。でもさ、さっきも岩手結構空いてるのに6時間もかかるのかみたいなコメントあったんだけどさ、多分めっちゃ多分空いてるんだろうね、スイスイと。走って、そんなぎゅうぎゅう詰めの走りにならないぐらいな。なんかそういうとこってさ、私アニメのさ、ドライブウォーじゃなくてさ、豆腐屋、ドクター G みたいなやつ見てたからさ、もうそれに洗脳されちゃってさ、もしそういうさ、何もない峠みたいなとこでさ、走った時に、あ、絶対私飛ばすタイプだなって思っちゃう。あ、そう、イニシャル D。だからオービス怖いなと思って。まあそもそも飛ばすなって来てますね。そうね。はい。高速でドリフしたら、ドリフしたら終わりだよ。みんなも気をつけて。私なんてもう練習って、車の練習中にさ、よく警察の方とかさ、見張りで立ってるじゃん。あそこの横通るだけでもドキドキしちゃうんだから。悪いことしてないのに。気をつけるのはオービスではなく安全確認と速度。はい。気をつけます。まあ、そもそも取れたらの話ですけど。さあ、そろそろちょっと咳が出てきたのでやめたいと思います。最後、キッカちゃんこれ書いてのリクエストにお答えするチャーミングキャラリクエストなんですけど、今日は明石のポチさんから、最後まできちんと読んでから丁寧に書いてくださいということで、本日3月14日はホワイトデー、そこで今日ゆうちゃんに書いてほしいチャーミングキャラリクエストはホワイトデーの神様をぜひとも書いてくださいということです。神様っているの？ホワイトデーの神様って何なんだろう。今日ホワイトデーなんだね。なんか縁もゆかりもないから全然気にしてなかったんですけど、ホワイトデーなんですって。もらいました？ホワイトデーって。あ、私あげてない。事務所のメンバーたちからチョコとかをね、みんなほんと律儀だよね。くれたんですけど、それを返すのが今日の日だったんだ。わあ、なんか毎年なんかあげれなくて申し訳ないです。あ、キッカーにお返ししないと、だって。あ、そうですよ。確定申告、明日が期限だ、だって。頑張ってください。ホワイトデーのお返し、遅れていいからお返ししようって。そうだよね。大変だよね、でもね。返すの。あげるのももちろんそうだけど。食事連れてこうって。頑張ります。お金貯めて。さあ、こんな感じです。今日だからホワイトデーなんだって。なんかみんなに言いたいことあったんだけど忘れちゃったな。すごい。うちの猫にチュール40本あげたっていう方いますよ。一気にあげたってことかな、チュール。あれ、言いたいことがあったのかわかんない。でも、そんななんか大したことじゃないんだけど、言いたいことだったのか、なんか、しょうもないことを単純にボロって言いたかったのか忘れたんですけど、なんか言いたかったんだけど、忘れたから別に言いたくなかったことなのかもしれないから、もう、言いません。俺が言いたいのは、キッカ愛してるだって。ありがとう。
思い出したときに、再度配信で。あ、違う。あったあったあった。来週は、来週の月曜日の配信、21、春の日、春分の日、春分の日は、東京公演が千秋楽なんですけど、もう、222公演でやって、疲れてるからあれかなと思ったんですけど、やっちゃいます。21日、10時から。来週。あ、変えちゃったらごめんね。もしかしたら次の日になるかもしれないけど。一応、今のところ21日の10時から、来週やりますので、ぜひまた、配信見てください。さあ、初見のヨリンコさん、ありがとうございます。やるよ。やります。速攻帰ってきてやります。今ね、あ、打ち上げ出られないやんって。今、その感染対策とかで、今まではね、コロナが来る前は、舞台が千秋楽、ね、一区切りついたら、まあ、打ち上げみたいなのもあったんですけど、今コロナになって、ご飯とかもダメですし、みんなで行くのとかもないですし、まあだからみんな舞台が終わったら速攻帰るみたいなスタンスになってるんですよ。なので、速攻帰ってきてやりますので、の打ち上げです。舞台厳しいです、かなり。はい。感染対策に関してもかなり厳しく、決まりが、ルールが毎回あるので。東京公演が終わるだけで、はい。まあでもいつもね、月曜日に公演が終わって、みんなが打ち上げしてるときに、あ、ちょっとショールームがあるんで、つって出ることが結構ある、月曜日って。月曜日が楽日の人が、なんかいっぱいあるんだよな。毎回私、ピューって出てってる。さあ、そして明日は、私はアフタートークがあります。明日、6時からの公演、アフタートークというものに出させていただきますので、ぜひお時間ある方、来ていただけたらなと思います。頑張ってね。はい、頑張ります。打ち上げの飲みニケーション、あ、その飲みながら、ビケーションだっけ、バケーションみたいな、するの、できないの、辛いなーって。打ち上げの飲みニケーションできないのつらいの。でも私そんなになんかすごい打ち上げが好きなタイプじゃないんで、全然そんな苦ではないんですけど、頑張ります。みんなも早く寝てください。ありがとうございました。あ、17日見に行きます。ありがとうございます。さあ、ギフトくださった皆さん、ありがとうございます。今日なんか途中で配信あれされなかった。なんか楽しいことない？頑張れみんな。楽しいことね。なんかあればいいですね。さあ、お便りくださった皆さんもありがとうございます。また来週配信します。まあ、その前に17日が8周年なんで、頑張れたら配信しますので。もう、はよ寝なってきてるんで、寝ます。みんなありがとう。おやすみなさい。なんかすっごい単語絡んできたから。寝ます。さあ、みんなおやすみ、ありがとう。おやすみなさい。切ります。あ、ハーブティー飲もうってきてる。そうだね、ティー飲もう。おやすみー。切るね。